イーヴィが呼んでる。おや、ウィルから何かプレゼントがあるみたい。ありがとう。小さな花束。これお家の前の花壇にあったお花を摘んで持ってきてくれたんだ。そういうことね。ということで、こんにちは、チャチャチャです。見事殿堂入りを果たしたんで、今日からエンディング後の冒険を始めていきたいと思います。せっかくなんで、あるものは全部やりたいですよね。まず何から手をつけよう。ファイヤーも残ってんだよね。お邪魔します。あ、しげるくん、オープニングを思い出すね。おい、ちゃちゃちゃ、上がるぞ。おはよう、関東チャンピオン。って言っても今度は俺がその座を奪いに行くけどさ。それより、ちゃちゃちゃ聞いた？なんかすっげー強そうなポケモンがいるらしいって。え、捕まえたい捕まえたい。あはは、気が早いな。そのポケモンがいたのは花田シティの近くで、どっかの洞窟に逃げちゃったらしい。なあ、俺たちもそのポケモン探しに行かないか。どっちが先に見つけるか競争だ。負けないよ。花田シティってことはミュウツーですよね。ミュウツーは初代だとレベル70だったけど、今作レベルいくつだろう。チャンピオンになったことで自分の世界が広がった。どこでもリザードン、プテラ、カイリュウと空高く飛べるようになった。どういうことだ。そしてお前は誰だ。世界が広がってるとこちょっといいかな。僕のこと覚えてる？一番道路の太一さ。そういえばいたね、太一くん。めでたくチャンピオンになった君にお知らせがあるんだ。一つのポケモンを極めた存在、マスタートレーナーズが関東各地に現れたよ。マスタートレーナーズ。まずは EV マスターに挑戦するのがおすすめ。やつならポケモンロードにいるぜ。ポケモンロードにいるんだ。EV のマスタートレーナーズ。詳しいことが聞きたいならまた僕に話しかけてね。ちょっとよくわかんないですね。新しい新要素かな。おお、おびっくりした。あ、リザードめっちゃ高く飛べるようになって、水走りとかも必要なくなったんだ。あ、これはいい。ということでやってきました、花田シティ。ここにあのポケモンがいるっぽいんで、早速行きたいと思います。ゴールデンボールブリッジ。いっぱいいるね。この子は、この子はコンパンマスターか。へえ、これさ、もしかして151匹いるのかな。で、こっちも151匹捕まえて育てて戦うみたいな。ピュンピュン。これさ、泣いちゃうよね。元気に鬼スズメ出したらさ、伝説のポケモンのサンダー出されたらさ。よし、じゃあ行こう。ブイブイ。お、いたいた。ここにもマスターがいる。ここにもマスターがいる。世界各地にマスターいますね。せっかくだから彼とも戦いたいな。やあ、チャンピオン、君ならこの洞窟へ入っても OK だ。これからはコーチトレーナーとして君の前に立ちふさがるよ。じゃあよろしくお願いします。行くぞ、チャンピオン。チャンピオンに対してコーチをするとはな。ソーアさん、あ、5匹もいる。これが頂点の力か。せやで、素晴らしい戦いだった。さすがチャンピオンだな。乾杯だ、もらってくれ。やった、メガホンだ。花田の洞窟には恐ろしいポケモンがいるとかいないとか、俺はただの見張りだからよく知らないのだがね。いや、早速見に行きたいんですけど、じゃあポケモンがボロボロなので。あ、可愛いな。一回ポケセンに帰ります。素早さを上げて攻撃を間引く。臆病な性格。 OK。あ、今気づいた。こうやってさ、手持ちポケモンでさ、リザードン出したらさ、うわー。ボールも買ったし、計画も固定したんで行きます。花田の洞窟、あ、なんかいる。うおー、絶対3段当たってるよね。バレ
さん、洞窟の中でリザードン使ったらどうなるんですか？おいしょ。あ、乗れる乗れる。空高くはいけないんだ。オッケー。あ、待って待って、ラッキーがいる。で、今回はこう、せっかくだから殿堂入りするまでは使わないと言っていた二刀流を殿堂入りしたんで解禁したいと思います。一人で二人プレイやったぜ。よいしょ、構える。はい、さあ頼むぞ。おっしゃー友情の勝利、かっこ一人なんだなんだ、ビル君どうした？どうした？ただならぬ雰囲気。よいしょー、何かがいるぞ。このかーはっいたー、レポートしよう。さあレベルいくつかな、倒せるかな、まずお願いします。あ、来た来た来た。あ、やべ。来た、ミュウツー。さあ勝てるかな。ミュウツーが現れた。能力が上がった。確かなんか能力下げるアイテムみたいなあるみたいですけど、今回は特に使わないでいきたいと思いますが、レベル70やばいね。あ、ミュウツーの最後進出。やばくないか、次まで出してレベルさやばい。ちょっと待って、これさ、トレーナー、トレーナー、サポートトレーナー3だ。これできんじゃない、これできんじゃない。2対1やろ、2対1。じゃあこれ眠りごらん、眠りごらん、戦う、ボルトで麻痺にしたらワンちゃん。サイムケースどっちで？あーわー、不思議バナこれ無理やん、これこれ無理やないですか。あーじゃん、え、どうしよう、これはニューを出すしかないか。おいじゃん、ニューならなんかワンちゃん耐えてくれそうな感じするよね。10万ボルトでとりあえず麻痺らせにかかるしかないくさい。サイキネス3ださよなら10万ボルトダメだザードン頑張れ、ザードン頑張れ。食べ慣れてたらな、よっ、タイムもやばいもんね。メガ進化で火炎放射、おいしゃー、ふい、一撃で倒せないのが分かってるか。うっ、減らないんだけど。頑張れ。完全に盾になっちゃうよね、でもね。よっと。最近ね、カメックスでしょ。
オッケー、ナイス。よいしょ、来たね。サイコキネシス半額だからな、 1.5 倍。うん、あー、自己再生マンだった。そうだ、こいつ自己再生マンじゃん。あれ無理じゃん。自己再生マンだよこれ。どうしりゃいいんだよこれ。オッケー、もうタイムがやばいじゃん。あと1分。あー、急所に出た、偉いぞ。やった。もう自己再生マン、これ無理じゃない。無理じゃない、耐えきれん。あー、耐えた、すげー。よいしょー、やばいやばい、これ自己再生するでしょ。自己再生読んでる10万ボルトじゃない。あー、ダメだ。いやー、ごめんね、初めての全滅。まず呼ぶでしょ、呼んでレポート書く。最初から2人で行くんです。さあお願いします。いや、これ倒せるかほんと不安なんだけど。やばべ。よし、お願いします。いや、道具も使っていかないとね。まずおい、バックで相手のものを下げるもの、なんだろうな、クリティカット、よく当たる、スピーダースペシャルアップ、スペシャルガード、スペシャルガードでウィル君にスペシャルガードして、で、ウィル君はここでビリビリエレキで麻痺を取る。オッケー、これで耐えるんちゃう。いや、耐えて。あー、ミルクに来た、耐える、耐えろ、あ、耐えた、ここで麻痺。オッケー、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 オッケー。で、そっかそっか、これでカメックスにのターンで回復をミルクに使って、で、ミルクでスクスクボンバーですよ、これ。おいしゃー、これなんとかいける。これなんとかなるじゃん。おいしゃおいしゃおいしゃ、再起念。これ急所に当たったらでもやばいやつだよね、確実に。急所に当たったらやばいやつ。種は追いつけた。よし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 、オッケー、戦う、待ってね、戦うじゃないな、回復しなきゃ。すごい傷薬、めっちゃ傷薬いるね。で、ビル君がここで続きです。よっしゃ、よしよし、再起ね、一回でも麻痺ってくれたらその間に急所に当たりやすくなるクリティカットも導入したい。よいしょ、オッケーオッケー、奪ってる奪ってる。でもこれ自己再生やつだからな。自己再生やつだからな。続き頑張るんだよ。オッケー、あと2分しかない。オッケー、ナイス避け、ナイス避けだ、これはこれはナイス避けだ。オッケー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 、これ押せるのでは、押せるのでは。あ、でもどの道、退屈されたら
ダメだから、クリティカットでビル君使って、デビル君で続きだ。よいしょ、これで自己再生やつされたとしても、オッケー、きたーやったわ。しかも急所に当てたが偉い、やったやりましたな。ということで、ミュウツーさん、よろしくお願いします。今回は、プレミアボールを持ちますね。私はプレミアボールでゲットがしたいので、プレミアボールを持ちます。ちょっと待って、さらに釣りのよ、6個しかないけど、あ、これ使えないんじゃない、ミね、使えなそう、めっちゃまとってんじゃん。あ、いけた、1枚。じゃあ構えて、おいしょ、あ、ダメだ、構えて、よいしょ、オッケー、ナイス、おいおいおい、あー、ダメか、残念、もう少しで捕まえられたのに。構える、ふっ、オッケー、エクセレント、来い来い来い、ダメですねあれ使ってみない、あのさ、この金の釣りの実的なやつ、これいいんじゃない、これ行こうよ、構えて、よいしょ、おっしゃ、これ金釣りエクセレント、いったんじゃないですか、さすいったんじゃない、頼む、オッケー、おっしゃミュウツーゲットやったー、めっちゃ嬉しいわ、うーわ、嬉しいわ、これ、いや嬉しいでしょ、これ、いや嬉しいでしょ、嬉しみが深いやりました、やりましたよ、私ミュウツー、ミュウの遺伝子とほとんど同じだが、大きさも性格も恐ろしいほど違っている。そうだよね、そもそも同じ種族でもいろんな性格はあるしね。ビル君お疲れ様、キラキラした目でボールを嬉しそうに見つめている。ちょっと見てみる、出た、臆病な性格。2018年12月9日花田の洞窟でレベル70の時に出会った、ちょっぴり見えっ張りだそうです。ということで今回の冒険は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。またねー。